札幌市中央区すすきのの一角にある10階建てのビル、その最上階で札幌のにぎわいを見下ろしながらジンギスカンを楽しむことができる店、夜空のジンギスカン。舌の肥えた北海道の人をもうならせるそのラム肉はオーストラリア産や道産など厳選されたもの。新スタイルとして日高産のエゾシカ肉もヘルシーかつジューシーと大人気。果たしてジンギスカンのプロの手によってどんな風にラム肉が変身するのでしょうか。今回のまかない料理はジンギスカンの専門店、夜空のジンギスカン。ラム肉を使ったまかない料理とは。指南役はまかない料理担当で200種類のレシピを持つという渡辺健太さん。あとラムってこう癖があるようなイメージがあるんですけど、はい、味を漬け込んじゃったりとか味を入れちゃうとそんな癖がないんで、豚肉と牛肉鶏肉と変わらずもう同じお肉として料理しているともう全然レパートリーもすごい広がっていくんで。ラム肉が中華に変身、酢豚ならぬスラム。具材のイメージは酢豚で大丈夫、野菜は何でも合いますよ。だいたい3分ぐらいでできるかと思いますんで。本当に簡単なんですね。本当に簡単ですね。じゃあ私にもできますかね。はい、全然ぜひできますんで。どうですか、はい、いつもプロの方に任せっきりなので今日はぜひ私にやらせていただいていいですか。はい、よろしくお願いします。ぜひやってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずお野菜どれくらいの大きさに切ればいいんでしょうか。そうですね、お野菜は全部1センチ角ぐらいに切っていただければ。はい、このコーナーで包丁使いをこうけなされ続けてきたんですが、いかがですか。いや僕より上手じゃないかな。いやいやいや、またまた調子がいいね榊アナ。続いて主役のラム肉を2センチほどの大きさに切ります。それをなんと袋の中へ。そこに片栗粉を入れちゃいます。そしてまんべんなく混ざるようにもみもみ。これ片栗粉をつける意味っていうのは、片栗粉をつける意味は、はい、この後わかります。そのラム肉を油を熱したフライパンへ。ごめんなさい、すごい飛んでしまいましたが。そうですね、すごい焼いたんですね。もうちょっと静かにやった方がよかったですね。片栗粉をまとったラム肉を炒めるとカラッと変身。フライパンに残った油で野菜を炒めます。ある程度火が通ったら醤油や酢などを混ぜ合わせ、野菜が待つフライパンの中へ。はい、こっから酢豚になるんですか。なりますね。そこにカリッカリラム肉を投入。先ほどカリッとしてたお肉が、だん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 周りがコーティングされたように、はい、とろみが出てきますんで。とろみ、なるほど、それが最初にお肉を片栗粉で、はい、そうです、あ、ほんとだ、すごい。好みの量でごま油を垂らして完成。もう完成なんですか。はい、本当に簡単なんですね。はい、もう一品してみますか。はい、はい、驚きの速さにもう一品。しかも短時間で今度はサラダに変身。でこちら1分半ほど、1分半ほど、はい、茹でてる間に、はい、もう完成しちゃいますんで。マヨネーズとすりおろしたニンニクを混ぜドレッシングに。茹でた肉を氷水で冷やし水気を取ります。そしてその肉に塩コショウをまぶしてあとは盛り付け。水菜を上にのせドレッシングを添えれば完成。2分でできちゃうラムの冷やしサラダの完成です。2品作ってわずか5分ほどで完成してしまうラム肉のまかない料理。あっという間に、しかも簡単に大変身したラム肉。果たしてそのお味は、皆さんご賞味あれ。はい、ということでスラムとラムの冷やしサラダスタジオにもご用意してますが、これ香りは間違いなく酢豚ですよ ね、 ねお味もなんかねラムとは思えない、うん、でもよく噛めば、あ、そうかな、
っていう感じがする、うん、臭みはでも本当に違和感なく美味しく、うん、いただけますよこれ、うん、はい、はい、ということでここで詳しい材料のおさらいです、はい、スラム野菜はもっといろんなものを入れてもいいですよ。調味料はすべて1対1対1と味付けも簡単です、はい、ぜひ袋にお肉と片栗粉もみもみを実践してみてください、うん、続いてラムの冷やしサラダです。お好みでオリーブオイルやバルサミコ酢などをかけても OK です。